腹ペコアザラシと申します。三国志8リメイク、難易度は上級、シナリオは191年7月、選択武将は東卓。第6回を始めさせていただきます。前回は馬頭軍の武将たちを吸収したものの、忠誠の低さに苦しめられているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。揚州長安。お、長州もちろんいいよ。あ、ただあんまりやると総称になっちゃうのか。やばいやばい、総称の枠が埋まってしまう。あれ、部の娘は聖兵にいないといけないんですね。ちょっとそうすると質問して聖兵に行かなきゃいけないのか。聖兵に移動する。あー、これでようやく動くのか、部の娘。よく来たわね。あー、族の頭目から求愛されてるということですね。求婚されてるってことですね。力を貸しましょう。ありがとう。今お嫁さんいないから、ちょっと女性の武将が少ないからな。当の娘やっていきましょう。なかなかセクシーですね。いいよいいよ。なんだと。ほう、すまない。軍団を解散すると転結と。関係図見ると配偶者3人持てるんですよね。だから3人と結婚したいですね。帰還、長安に帰還。結婚するとあの2人はなんか架空武将みたいな感じで参加できるのかな。で、習得はできると。こちら行軍を。で、レベル上昇で最高同時の移動力上昇か。建物への攻撃上昇。連携の効果、これ上げていった方がいいですね。で、あと上げられるのが開墾、詳細の方が欲しいですね。で、あと行動力が150あるので、ん？ちょっと待って。今、縁起殿が光りましたね。水教の教えはどうでもいいんだって。どうでもよくないけどさ。もの、もう良いぞ、良いぞはいいから。で、有効の証。有効の証ばっかり増えていくな。で、交流で、せめて全員好意にはしときたいな。話をお聞かせくだされ。お、いいですね。仲いいんじゃないの。好意までしましたね。ごめんなさい。頼みたい。いいよいいよ。好意にまではしときたいですからね。ご用件を伺いましょう。お許しください。贈呈品、お礼申し上げます。よし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 、これで全員好意にはなりましたね。で、あとは最後の義兄弟の枠ですが、誰にするかですね。やっぱり武勇に優れた、統率武勇に優れた人にしたいんですよね。全勢力武将で能力統率、この辺りの誰かにしたいですね。そうするとやっぱ長領かな。呂布を打ち滅ぼし、そして長領を仲間にする。それがベストですね。総人も強くなりましたね。統率92、武力86か。やっぱ長領だな。長領と義兄弟になりたいですね。で、あと、鍛錬しときましょう。
お、演技年が加わりましたね。ひらめいたことが。で、馬長と遭遇と、で、演技年、悪の娘。あんた、なんだ。どこが悪の娘なんだ。これで悪の娘って恐ろしいぞ。悪事でも。いや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 。じゃあこの3人と結婚するっていうのも、まあ最初にしてはいいんじゃないですかね。そしたら聖兵に向かいましょう。で、結婚するためにぶ、当の娘、解散の理由ですね。あー、たちの悪い奴らに。どうしたの。いや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 、うん、ありがたい。ほうほうほう、トータクだけで依頼兵を集める、兵を集めようっていうのはどれで何をするんだ。あ、豚書でやるのか。で、母兵。おお、義勇兵ですか。しかし女子のみの軍、これトータクさ喜んじゃうじゃない。なんだと。はあ、女子の軍ね。ありがたい。はい、依頼達成、兵を集めよう。部の娘は族の根城を探せを達成している。なるほど。で、こちら族の娘、あ、ここかな。探索、族の根城ですね。族の娘じゃない。いよいよ、ほう、山の北奥、これで見つけたということですね。そしたら部の娘やってきましょう。お、これで配偶者になるんですね。あ、で、東卓軍に武将が加入する。これは素晴らしい。人間関係が大きく変化する。やっていきましょう、やっていきましょう。一騎打ち、武力90以上推奨。武力80ぐらいあるのかな。この人が80ありましたからね。あ、弱い弱い、61。これだったら楽勝ですね。さっきの部の娘だって82あるんだから勝てるだろうと思うんですけどね。これで一発で決めましょう。配偶者の残り一枠はちょっとね、実在武将で埋めたいとこですね。え、まだやるの。次70、さっき60代だったから70、80まであるんだろうな。5、4、3、一気に勝負をかけましょう。はい、勝利です。あー、族王って書いてますね。色男じゃねえだろ。どう考えたって東卓色男じゃねえだろ。さて、86、強いですね。これは強いぞ。86は強いよ。これ 3-3 で来るでしょうから、とりあえず4使っておきましょう。お、勝てると思わなかった。そしたら次 4-3 が来るので1を2枚使いましょう。おお、結構ダメージ食らいましたね。次が 5-4 で来るか。
あーこれだったらか、いや543に来たら負けるな。次4が来るから41枚だけ。よしこれで勝負です。54321とこれで勝負をかけましょう。はい勝ちました。血を這う姿が、いや、さすがね。いいよいいよ。ごめんなさい。おお、うん、あなたの横で。これで配偶者を一人ゲットです。いいですねこんな綺麗な子で1名加えました。やっぱ武将がね一人加わるっていうのが大きいですね。どんな能力値なのかちょっと見てみましょう。所属武将で能力武力、ああ結構いい能力値ですね。炎光さんに近い能力値じゃないか。統率武力で魅力も結構あるということでね。お今ちょっと見てみましたが、金馬町1100以上の時騎兵戦法の攻撃が100上昇。素晴らしいですね。コブをなるべく馬長にかけてあげるといいってことですね。さてそしたら一度帰還しましょう。であと交流を持ちたい方はもう好意以上になってるから特に必要ないかな。そしたら鍛錬、武力鍛錬しときましょう。受けましょう。で連携で効率も上がると。で休養で、ん？お、スーシですね。スーシはね結婚したいけどね、もう長生さんと結婚してますからね。で縁起で悪の娘、あー悪の娘とも結婚。全部架空武将でもいいな。やっぱ武将の数が増えるのはいいですからね。こんにちは。なかなか。ほうほう、ちょっとスピードが速かったかもしれないですが、なんかよからぬ話をするってことですね。で聖兵に向かいましょう。で縁起殿、当の娘、人間関係大きく変化する。いいですよ。被害と力、私の道。これは一騎打ちはないのかな。なんだと。うむ、うむ、ほう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 。これはイベントが、イベントを進めるだけで、うむ、この乱一騎打ちとかなしで結婚できるんですね。はい、これで2人目の配偶者。いや羨ましいですね、2人も美人を配偶者に持てるというのは。でこれで帰還すると。で武将を見てみましょう。能力値的には統率80、武力が56、ちょっと低いですね。60以上は欲しかった。で魅力はあるということですね。ただ統率80あるといいですね。小社寺あたりをちょっと、でも小社寺はな、僕の中ではな、リジュとセットで使いたいんですよね。ところで、ん？習得はできるものもあるけどちょっとしたくはないかな。さてそれで縁起殿で悪の娘は次の次に進めますね。工房で立派な眼差しの人がいるっていう風なねメッセージがねちょっとね右下に出たのでやってみましたが、誰かいるみたいですね。おお、サイエンさんですか。武将情報を見てみましょう。サイエンさんはまあ知力政治魅力ということで、技能は劣
火、鼓舞、治療。鼓舞、治療持ちっていうのはいいですね。で、関係としては父親が最優というところですね。配偶者はおらずっていったところですね。投与しましょう。大変申し訳ありません。ダメか。で、今回はね、まあ、サイエンと、配偶者になるんじゃなくて、今回はね、ちょっとね、汎用イベントを進めてね、武将も増えるので、悪の娘をね、ちょっとね、最後の配偶者にしたいと思っております。演技で進めていきましょう。まあ、ここら辺はね、汎用イベントなんでね、どんどん進めていきましょう。悪名をね、ちょっとね、増やすようなね、ものに多分なるはずですね。こちら、理につく。で、これだと、最後、所持金が増えるだけか。義につくと有効の証が手に入るのか。義についた方がそしたらいいですね。あ、でも長安の開発称号技術が100増加か。で、ただ、農村工房とかの民心が50以上必要なんですね。義につくの方は。ちょっと工房上げていくかな。そしたら良いでしょうか。工房の民心50が必要ですね。では次の月行きましょう。で、表情で季節が変わった成人した方、馬鉄さん。馬頭軍団はすごいですね。で、炎術がちらほらちょっかいかけてるみたいですね。炎術を落とすか。で、董卓のね、記載の効果でね、長安が増えましたと。左右に表彰金を与えましょう。ありがとうございます。者ども、では東洋ですね。こちら、候補数、主審、王子服、この辺りが手に入るみたいですね。劉将なんか、呂布軍にいるの？あ、王領とか欲しいですね。ちょっと王領、手に入るならやっておきましょう。いいですね。で、あと他にも登用できる方、候補数、優秀な方はどんどん登用していきましょう。呂布軍のね、弱体化にもつながりますしね。シュシュン。いいか、かしこまった。良いでしょう。いいな、範疇が取ってくれたんですね。で、あと、サイエン。いいか、かしこまった。申し訳ない。助かる。で、あと、東洋で、バガン。いいか、承知。よろしい。すまん。で、あとは、呼び寄せで、こちら、長安に中性値が100の方。要は、大衆。候補ですね。ちょっと連れてきましょう。いいか、お任せを。さて、これでいいかな。こちら、都市。長安の武将だとね、中性が、あ、でも結構100のやついますね。無理やり左右連れてこなくてもよかったかな。で、ただ、この辺り、バガンとかこの辺りはちょっとね、中性が低いので、天水が武将一人しかいないのでね、天水に送り込みましょうかね。さて、では進めていきましょう。お聞きくだされ。お、縁の様子いいですね。古社寺いい動きだよ。それはちょっと縁が鬱陶しいですかね。軍師が周遊。ちょっと待てよ、これは結構やばいぞ。六品館。いやー、これね、階級どんどん上げたいんですよね。やっぱ戦出るしかないのかな。なかなか上がってくれないんだよな。ちょっと、だって炎術なんか全然戦闘繰り広げてないですからね。一案がひらめいたことだ。補修とかあんまりやっても意味ねえからな。ちょっと二人下げて治安。治安、円光さん、小社寺さん、この二人にやらせましょう。で、100まで持ってきましょう。本当は商業でね、マイナスをね、補填したいんですけどね。とりあえずこれでいきましょう。
いかがだったでしょうか。ついにトータクが結婚することとなりました。しかも二人とですね。で、どちらもね、今回はね、仮装武将を、まあ、仮装武将というか仮装のね、女性をね、まあ選んだんですけれども、最後もね、仮装の女性を選んでみたいと思います。やっぱりね、新しく武将が手に入るっていうね、まあ、それだけでね、かなり価値があることだと思うので、まあ、ただね、能力値的にはね、見ていただいた通りなんですが、まあ、どうやって活躍してもらうかっていったところを考えたいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。